私の2匹の蝶見たい？見たいの？見たくないの？1匹2匹毎晩幽霊に侵される私。そりゃ女の方からはなかなか言えないですよ。どこに住んでる、なんて名前の女なのか気になるって言って後をつけたやつがいたんだわ。幽霊って射精すんのかな。篠塚さん、これあれだね、乖離性同一性障害、性器です。さっきと雰囲気違って見えるかな。この女には悪霊がついてます。私たちセックスしたんですか。記憶がないんですか。お払いを、霊能者の人を紹介してください。蝶は死んでる。俺今度こそ殺されちゃうよ。怖い女だったんだ。やりたいんでしょセックス。このまま女と昭和っていいわけ。さてくれるよね。つまり精神病ですか。ええ、そうですね。かわいいですね。先輩長殿、あの女は行きません。ここに蝶が来たんだよ。容疑者の自宅であるマンションの施設に行くと、おしゃぶさしといて閉店じゃねえよ。篠塚さんのことが心配で。私の邪魔をするな。なんとか言いなよ。死んだ、死んでんの。あんな時でもあんたは取った。素晴らしかった。出なきゃ殺されると思ってた。だったに決まってんじゃん。立たなけりゃね。やるの？やらないの？君は誰？やらないんだったら今すぐ殺してあげるよ。